瀬戸雄ーは、日本の実業家。朝日ビール株式会社の社長時代に、朝日ビールを業界ナンバーワンに導いた。2009年11月現在、朝日化成社外取締役、慶応義塾評議員、理事。山手小学校神戸山中慶応義塾、大学法学部卒業1953年、朝日ビール株式会社に入社1930年。 兵庫県神戸市で生まれる。父親は貿易商父親からは金持ちの時は貧乏な顔を、貧乏な時は金持ちの顔をしろと教えられ、母親からは人に迷惑をかけてはいけない、人の悪口を言ってはいけない、自分の自慢話をしてはいけないとことあるごとに聞かされて育った。昭和13年7月5日、豪雨を心配してその日のみ。 電車通学に付き添ってきた母親が二駅目の住吉駅で雄造を危ないから家へ帰ろうと強い力で右腕を引っ張って逆方向の電車に引き込んだ家に帰り着いて5分後に足屋川が決壊し阪神大洪水となったこの時の母親の判断ぶりが自身が企業経営において瞬時に意思決定する原点となったと述解している 子供の頃は林家だった、牛尾二郎らと近くにあった舞妓海岸などで遊ぶ。兵庫県立第三神戸中学校時代には、勤労動員に従事し、校舎法の小準記を制作するが、神戸山中に在学中に終戦を迎える。その後、1953年に二人の兄と、同じ慶応義塾大学法学部を卒業。1953年、朝日ビールに入社。 営業畑、神戸市店長を経て1981年に取締役就任。1982年から大阪市店長に。1986年8月に常務に昇格し、営業本部長となる。1990年6月、副社長に就任。同年9月からは営業本部長を解任され、人事、総務、財務などを担当することとなる。 1992年9月1日付で、朝日ビールの7代目社長に就任。21年ぶりの朝日ビール生え抜きの代表取締役社長となった。1993年3月、ビールの鮮度を追求するフレッシュマネジメントを経営の最重要課題とすることを社長方針として社内に伝達。樋口幸太郎前社長のフレッシュローテーション活動を さらに徹底させる形でフレッシュマネジメント活動を全社的に実施。フレッシュマネジメント委員会を発足し委員長に就任した。また、フレッシュマネジメント活動を支える情報インフラの整備にも力を入れた。2013年5月13日、心不全のため死去。83歳ボーツ。ありがとうございます。